か、トゥーリオか。ただ上げた坪井もね、非常にいいボールを余裕持って蹴りましたから、やるべきことをやって取った金原の得点。まあ一応狙った攻撃の中では点を取りましたね、はい、いや大きな1点だときっちり握手を交わしました金原選手です。初ゴールおめでとうございます。ありがとうございます。ロスタイムでゴールでしたね。そうですね、まあ苦しい時に、まあ、点取れてやっとチームの力になれたんでよかったです、はい、本当に苦しいゲームだったと思いますがベンチから見ててどうだったんでしょうか。そうですね、まあピッチコンディションもあるんですけど、まあ、やっぱりなかなか難しくて、まあ、相手の気持ちもすごい強くて、自分たちはチャレンジャーのつもりでやったんですけど、それでもやっぱり難しい試合だったんで、まあ、結果最後こういう形で勝ってたんでよかったです。予想以上にこの標高 2300m というこの厳しい条件というのはきつかったんでしょうかね。そうですね、まあ、けどこれもいい経験なんで、まあ、こうやって苦しみながらも勝ってたことはすごい評価できるし、まあ、またこれから強くなっていくと思いますけど。ただ引き分けと勝ちでは全然違いますね。そうですね、はい。改めて初ゴールの味はいかがですか。いや、まあそれまで本当に目がかけてたんでやっとあのチームの力になれてよかったです。終わりました。ありがとうございました。ガナハ選手でした。